朝ドラ「トト姉ちゃんあらすじ予告」第78話「小橋家に空き巣が入る」7月2日度放送分危機物語昭和20年1945年夏戦争がいつ終わるかも分からぬ中マリコは栄養失調によって体が衰弱本来食べ盛りのはずのヨシコにとっては 空腹が最大の悩みでした。追い詰められたツネ子たちに追い打ちをかけるかのようにその頃、小橋家の近所では空き巣が多発しそのことがツネ子たちをさらなる不安に陥れていました空き巣は空襲で家の住人が避難している隙に食料を盗むという噂を聞かされるツネ子そんな中ツネ子たちが家のそばにある防空壕に避難している最中 家の中から物音が聞こえてきました。家の中を物色しているらしい男の姿も見えます。空き巣に恐れおののく爪子たち。その男も爪子たちがいることに気がつきました。すると、あろうことかその男は爪子たちに近づいてくるのでした。